実はもう一個話したかった話題は、もみじがいろんな言語をちょっと勉強したくなっちゃって、時間があるんでね、勉強したくなっちゃって、配信でよく見かける言語って何って聞こうと思ったんですよ。ただもういいですまあまあいいです、別にこれはいつでもそうそう、タイ語とか分かったらこれ強いなと思って、ただ難しさ的にどっからやった方がいいのかなと思って、そうまずさ、日本語と英語はまああった方がいいなと思うんだけど、そうぜひ使えるようになったら喋れていいなと思うし、そうみでもちょっと勉強したいなと思って、見てもらえてる分、そうそうそう喋れたらいいなみたいなの思うので、タイ語と英語の文法は全く同じです。したがってあなたがしなければならないのは単語を学ぶことだけです。あ、そうなんだ、文法全く同じ。あ、へえ。単語を学ぶこと、なるほど。ちょっとタイいいな、面白そうだな。え、タイの挨拶ってなんだろう。タイの挨拶、こんにちは、聞いてみるか。サワディー、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 あ、そう、その文字だわ、合ってる？サワディー、こんななんかローテーションなのサワディーみたいな感じじゃないやん。サワディー、こんにちは、さようなら、ラゴン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 か、ラゴン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 、ナイス天気、ありがとう。あ、ありがとうも調べよう。カクン、え、カクン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 、サワディラゴン、カクン、サワディこんにちは、ラゴンさよなら、カクンありがとう。あ、勉強になるわこれ。サワディ、サワディこんにちは、ラゴンさよなら、カクンカクンありがとう。あ、いいな、いいね、いいね、勉強になるわ。いいじゃん、いいじゃん。